それはいいんだけど、せめて回復させてほしかったな。うん、はい、ケーキアム XS。 何これ。ああ、うおー、めっちゃ上がった。涙目。え、いや、あ、あ、進化する。おや、メソランドの様子が、すげえ、やっと進化する。おわぁ、ジメレオン、可愛さなくなったマジか。手のひらかよ。頭脳戦、どうしてそうなったんだ。キテルグマ、ヌイコグマか。これが進化したやつはキテルグマなんだけど、めちゃくちゃ強いらしいからね。あ、捕まえた。こいつ嫌いなんだけど。これ？これ？これなの？いや、上がったわ、めっちゃ。スリーバム。疲れた。こいつスピードでいいや、スピードでいいや。クラブがいい。あそこなんだ？めっちゃ気になる場所あった。ほとんど捕まえたかな、ここら辺は。
これこれ、ゴルーグと不安定がいっぱいいるモンスターボール、はい、元気の塊、ここ巣穴なんだ。ゴルーグいる、ゴルーグ夜回る欲しいな。強そうなやつだったんだ。めっちゃくちゃ強え。誰だ、見た目が分かんなかった。またお前か、アースカンプーか。スカンプーね、またあのなんかラップが上手いやつがいるけど、ダイマックス巨大小判、行け。おお、めちゃ食らったね。あ、これでエンニュートが倒してくれるかな。火炎放射で。おーし。よし、じゃあもう特にやることないから、ここにいるやつらになんか話しかけてみるか。いえ、雷欲しいな。うん、これはワットショップか、さっきのワットショップの。俺雷欲しい、雷をワンパチに覚え、お前ダストダスワンパチに雷を覚えさせたいね。雷って結構強いし、よし、じゃあもうこのまま進んじゃいます。うわー、すごっ、エンジンシティに着いたけど、あー、もう排気ガスがめちゃ環境汚染が激しい街だ。これ言っちゃダメだね。あそこが、え、何あいつ、何あいつ、右にいたあのマスコットキャラ。あー怖いね。おーい、ソニア、え、もう先行ってる。ワイルドエリアを通り抜けるなんてなかなか見どころあるじゃん。だけどくたびれたでしょ、ちょっとポケセンに寄ろうよ。ポケモントレーナーなら楽しめるものがあるからさ。楽しめるものってなんすか。
ワンパチがいる。お、ロトミ開いてるじゃん。あのね、ロトミっていうのはね、ロトムインフォメーションのこと。トレーナーに便利なマシンでポケモンリーグカード、縮めてリーグカードのカスタマイズもできるんだよね。キャラマス当時もリーグカードをいじってみたら、1枚サンプルあげるからさ。なんでのリーグカードもらった。リーグカードで自分のプロフィールをアピールしましょう。各地のポケモンセンターにあるカードメーカーでカスタマイズすると最新の情報にアップデートできます。ポケモントレーナーはそれぞれリーグカードを持っていて通信で交換できます。 X ボタンメニューのリーグカードのアルバムを選ぶと、もらったリーグカードを見ることができます。なるほど。エンジンシティはとにかく広いからな。よし、ソニアさんがちょっとだけ案内してあげるから、ポケモン元気にしたらおいで。開会式、初めてスタジアムのコートに立った時の感動、興奮、思い出すと熱くなっちゃうな。なんでやめたんでしょうね。まあ僕には関係ないですけど。はい、よろしくお願いします。いや、ボコボコにされたわ。いやー、マジか。いまだにさ、なぜこうなったかが。いや、あっちメッソン可愛かったのにな。いや、破産しそうだったわ。危ねえ。よし、じゃあ出たけど、あ、そっち行かなきゃいけないパターンか。じゃあちょっと、もうちょっと探索してみるか。金の玉、おい、金玉あった、金玉。売れるやつはもう、なんか高く売れるって書かれてたやつは全然売っていいから。ん、エンジンシティはすごいぞ。上と下のエリアを昇降機で行き来するんだぜ。通れないんすか。通れねえのか。こっちか。さて、見事ワイルドエリアを取り抜けたすごいトレーナーよ。エンデンシティにやってきた目的は覚えてるのかな。何でしたっけ。ちょっと、ジムチャレンジの開会式だよ。あれ、もうちょっとあそこやってたら本当になんか疲れてきちゃったからな。めんどくさい、めちゃくちゃ強い敵にあったからね、本当に今疲れが溜まってんだけど。ちなみに明日開会式が行われるのはエンジンスタジアム。あ、俺をボコボコにしてくれたイワークがいる。スタジアムに来るにはあちらの昇降機を使うのだ。昇降機か。じゃあね、私はせっかくだからブラティックとかやっちゃうけど、忘れてね、スタジアムで受付を済ませておきなよ。これスタジアムに受付を忘れたら出れないっていうことになっちゃうからね。めんどくさいよね、設定。そういう設定。あ、なんかある。モンスターボールありすぎじゃね。うん、モンスターボールをそこに投げるのか。ポケモン捕まえようぜ。だったら、え、はい、ヘアアレンジ。あ、やべ、金。それ今マッシュだから、マッシュで。俺も若干茶髪だからこれでいっか。うわぁ、オッケー。今の俺の状態のせたわ。でも3000円取られた。値段見ずに買っちゃった俺さっき。
17000。お前バカか。はあ、やば、高っ。なんで服ってこんな感じで高いんだろうね。カバンも高いし。めっちゃ高いんだけど。無理無理買えない。あ、さっき言ったけど、まあ、いっか。お、ポケモントレーナーいいものあげる。ポケモンに使ってあげなよ。おお、なんかもらった。気合いダメ。急所に当たりやすくなる。何それ、一回使ったところもヴィンテージでいいんだな。気合いダメか。あ、さっきなんかバルキーが使ってたやつか。いい傷薬、傷薬あれば十分だけど。あ、すごい耳栓。音のボリュームを自由自在にコントロールできる縁切り、すごい耳栓。深く刺すことで鳴き声を聞こえなくしたり、いろいろ音の環境を変えられる。何それ、耳栓じゃなくね。ここに上がればいいんだ。バキュー、なんだあれマジか。リザードン、お前がいてくれないと俺はスタジアムにも行けない。だって俺はこんなにでかい昇降機を見失うんだからな。よう、テロマ掃除。なるほど、推薦状になった。推薦状にふさわしいトレーナーになった。今の君ならバッチリ使いこなせるな。ポケモンに持たせておくといい道具をプレゼントするぜ。シンプル、俺いろいろもらうじゃん、いろんな人から。持たせると水、あー、これはいいね。さあ、昇降機に乗って行くんだ、エンジンスタジアムに。これはメソランドに乗せる、あの、持たせるか。よし、犬神も結構レベル上がって、パチクリめっちゃ、あの、一番低かったのに今2番目に強いからね。なんかレベル上がったな。ちょっと佐久間を育てて最初のポケモンにさせていくわ。あ、いたいたいた、こいつなんだ。じゃーん、モンスターボールに話しかけた君にいいものあげちゃう。ボール、モンスターボールっすか。どうしよう、ちなみに僕はモンスターボールじゃないよ。じゃあ誰なんだろう。答えはボールガイボールよ。どうしよう、マスターボールくれたら。それだったら、ポケモンアーマーが空を飛んで人を運んでくれる。でも今お疲れなの。ガー、押し返されるわ。そう、俺このポケモンが欲しいの。さっきのアーマーガーってやつ、あれかな、今のあのん、はい、いけねえと。パチクリを最終進化というか進化させたらなんのかな。ホップ来たか。エンジンスタジアム、開会式の場所だぞ。ジムチャレンジ、開会式は母ちゃんはもちろん全世界の人が見るんだ。俺の心がざわつく、感動で震えているぞ。ビシッと行くぞ、ケロバ掃除。世界が俺たちを知るんだ。うん、熱いなあ、あいつ。はい、スタッフね。なるほど、でっけえな、思うんだけどスタジアム。ポケモンジムとかじゃなくてもうスタジアムになったからね。そっか、来年オリンピックになるから、あれか、オリンピックみたいになったんだ。それにしてもジムチャレンジャーばかりだぞ。こいつらみんなからライバルか。噛んじゃった。
とにかくエントリーしようぜ。こいつのキャラどうしよう、エントリーしようぜ。こういう感じでいけばいいかな。いやすごいキャラいるけど、はなんだお前、いい、絶対なんかあるキャラだな。なんだよあいつ。事務所レンジ参加でしたら推薦状お願いします。これっす、マッシュに帰ってきた。なんとチャンピオンの推薦は初めてですね。俺もだぞ。え、ダンデさんが二人も認めたんですか。あなたたち何者です。俺はホップ、ダンデの弟、そしてミラノのチャンピオンだぞ。え、あ、はい、しばらくお待ちください。あんま聞いてないな。お二人ともエントリーできました。それらお好きな番号を選びください。選んだ番号はユニフォームの背番号として使われますよ。え、待って俺さ、なんだっけ、自分の活動日にしようかなって思って調べたら、もうあれだわ、俺1周年経った1周年記念経ったんだけど。え、11月14日に始めて、で今11月18だから、うん、4日前俺の1周年が経ったの。やば、じゃあ1142や、11月14日ちょうどだし、114番ですね。至りました。あと事務チャレンジ参加のチャレンジバンドもつけてくださいね。明日ここで事務チャレンジの開会式が行われます。参加なさる皆さんはホテルすぼみインに泊まれます。委員長すごいな。よし、サクッとホテルすぼみインをチェックだ。すげえ一人で行動するじゃん。俺無視っすか。でもチャレンジついに開幕ですね。あ、こいつ話しかけてみようか。僕はリーグ委員長に推薦状をもらった。いわばエリートオブエリート。僕に無駄な時間を使わせなんて罪深いですよ。蹴り飛ばすぞてめえ。あ、違う違う違う、あ、この子もなんか関係あるかな。キャラキャラしちゃって。あんた田舎から来たんでしょ。だってあたしもそうだし。こいつも関係あんのか、キャラで。他は全部どうでもいいやつだね。オッケー、じゃあ行くか。すぼみインなんだっけ、忘れちゃった。お、ジムチャレンジャーのケロマソウジさんですね。ホテルすぼみインはこちらです。案内いたしますので私についてきてください。はい、ついていきます。行きますぜ。ふぅ、疲れた。すぼみインはこっちか。あ、行けるようになった。キョロマソウジさん、こちらがすぼみインです。すぼみか。それではゆっくり休まれて、影響を失ってください。ここ入ればいいだけじゃん。やべ、語尾がカンクロになっちゃった。やばいじゃん。何その銅像。よう若者たち、無事エントリーできたようね。ソニアじゃん、なんでホテルにいるの。まどろみの森にいるとされる不思議なポケモンの調査、ガラルの伝説を調べれば何かわかるかもって思ってさ。せっかくだから一緒に見る。ソードだから、これのこいつが持ってる剣の部分かな。なんだよこれ。あー、剣だね。ガラル地方を救ったと伝えられる英雄だよ。気になるなら説明するけど、詳しく。大昔ガラル地方の空に黒い渦、人呼んでブラックナイトが現れ、あちこちで巨大なポケモンが暴れ回ったが、剣と盾を持った一人の若者によって収められたかな。その伝説の若者、すなわち英雄をモチーフにした像よ。あ、待って、青い部分と、あ、ん？青い剣と赤い、ん？違うね。
剣に青いやつが刺す。ん？いきます！最も英雄がどんな剣や盾を持っていたのかは分かっていないし、そもそも黒い渦とは何だったのかも謎なんだ。ガラルの空を覆ったことからブラックナイトとも呼ばれるけど、英雄ってのは兄貴みたいに強いんだな。でも黒い渦とか剣とか盾とか調べることいっぱいでソニア大変だな。大丈夫？まあなんとかしないとね。まあ女の子に気づかないと。間違えて飛ばしちゃった。受付がなんだかちょっと寂しいけどさ。オーケー、何か分かったらソニアも教えてやるよ。受付が、あ、いるもん、なんか。めんどくせえやつらいるもん。パンクなやつらがいるもん。ほう。消す消すか。邪魔だな、こいつら。エール弾ってなんだよ、チェックインの邪魔。エール弾。あー、なんかロケット弾の、みたいに、なんか今回の敵役か。邪魔っすね。ジムチャレンジャーの応援のためわざわざ都会に来たのです。そんな真面目なエールランの邪魔するのはポケモン勝負です。勝負です。勝負ですって言っちゃったけどノリで。恥ずかしいだろ、こういう格好してて。こらぁ、邪魔するならポケモン勝負と言いました。あるトレーナーを勝たせるため。エールを届ける。我ら、エール団の鈴子さ、恐ろしさ、じっくりたっぷり教える。こういう感じでいいのかな。え、どういうメガホン？二つから出てくるのメガホン。じゃあ、こいつなかなかのおじさんだよ。あ、やべえ、俺も佐久間出しちゃった。あ、9レベル？なら俺の佐久間の方が。おい、後悔なし！頭突きぶつけとけばいいか。いけ！めっちゃ食らったな。いや、ただぶつけ合ってるだけじゃねえか、こいつら。もう倒したんだけど。俺の佐久間の方が強えわ。メソランドレベル上がった。で次36レベルか。最終進化見てみてえわ。エール団との下っ端と勝負に勝った。喧嘩売っておいて負けた。俺めちゃくちゃみっともねえな。少ない720円。まず金取るってのがやばいよね。おーい、エール団の仲間たち、俺の仇取ってほしいです。あんたですか？はいはーい、ホテルでポケモン勝負いいじゃんね。迷惑だね、俺思ったら、ホテルで勝負なんて。また下っ端っすか。くすね。あー、こいつか。ちょっと、佐久間を変えて、どうしようかな。行け、ガリレオ。佐久間交代、ガリレオ行け。なんでガリレオって名前にしたんだろうね。俺も、考えたよ。俺もわかんねえわ。転がる。尻尾を振るで。まあ、適当にぶつけとけば。あ、連続いくな。これ、外れない限り連続でいくからね。押した、押した。ガリレオ強えわ。いいホテルなんて浮かれていたかも。邪魔して悪かったですね。てか意外とこんな見た目してんのに敬語使えるやつらかよ。高級感あふれるスペース、落ち着いて戦えなかった。ケルマ操縦、お前のチェックインも騒がしいぞ。ってなんだこれ、ポケモン勝負してんのかよ。よーし、俺もトレーニングだ。ケルマ操縦のポケモン元気にしてやるぞ。これダブルバトル。次、俺はジムチャレンジャーホップチャンピオンになる男だぞ。さあ、2vs2 で勝負。ちょっとかっこつけていっちゃった。2対2で勝負。2対2ですか。全員同じ顔だな。カンガルー、見えるお前の敗北が、聞こえるお前の鳴き声が。逆じゃねえかな。
みんな同じ、みんな同じ格好。てかやっとなんかこういうので、ね、いけ佐久間、佐久間とメールが、メール違う、ウールか、ウールね、メールじゃない。あーどうしよう。まあ、いや俺のパチクリ出すか。もうパチクリ出してもいいしな。パチクリをレベルアップさせて変更せっか。いた、よし、丸くなると。ワークアウト見てないよな。うわー、二人に攻撃いくのか。つつくかな、つい、つつくで、つい、バムでいくか。そうか、くすねからいくか。やばい、ウールがボコられてる。一発で倒れちゃった。あまり経験値上がんねえな。はい、バックアウト。ウールが一方的に食らってる。え、でも俺もこれもう終わっちゃうよ。てかおい、ホップ何もしてねえな、考えると。お前だってホップ、俺もトレーニングしなきゃ、2対2で勝負だって言ってたやつが丸くなるばっかだぜお前。悲しくて声が震える、エールが欲しくて震える。ジムチャレンジの開会式見に来ただけなのに最悪。おお、俺だけしかお金もらえないのかな。見える俺たちの敗北、聞こえる俺たちの鼻き声。みんな何してんの、マリー。いや、ちょっとあんたたちがジムチャレンジャーを気にするのはわかるけど、ちょっとばかり手荒すぎるって。おお、さっきのやつじゃん。ごめん、エール団は私の応援団なんだけど、みんな浮かれてるみたい。ありがとう優しい。ほらみんな帰って帰って。ああ意外と優しいな、リーダー。私の応援に夢中で他のジムチャレンジャーにはトゲトゲしい態度になってんの。不愉快な思いさせたらごめんね。お前もジムチャレンジャーか、エール団だったっけ。早速ファンがいるなんてすごいぞ。うわ、ポジティブだなこいつ。ポップ、ホップ、ポップじゃねえ。はい、こんばんは、ホテルスボミーインへようこそ。ジムチャレンジのエントリーのポケモントレーナー様ですね。はい、ケロマ総司様、リーグより伺っております。先ほどありがとうございました。それではおやすみなさいませ。え、これ次行くとかやめてよ、もう終わんなきゃいけねえ。あぶた、なんか何でもドラクエ出てきちゃう。翌朝、お前何野球のさ素振りじゃねえわ、投げる練習してんで。おはようだぞ、だぞ。さーて、いよいよ俺の伝説が始まるぞ。ケロマ掃除、よしケロマ掃除、エンジンスタジオまで競争だ。くしゃみでぞ。ごめん。はいはい、エンジンスタジアム。あ、君、いよいよジムチャレンジね。悪いけど勝つのは私だから。ですって。ですって。